先日あった YouTube ライブ来てくれた皆さん、どうもありがとうございました。この場を借りてお礼を言いたいと思います。ライブするたびにね、どん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 ね、見てくれてる方増えてきてるんですよ。いや本当ね、ありがたいなと思いまして、そしてライブがね終わった時に DM とかビオキング便に僕の動画とかを作ってくれたり、そして写真を結構ねスクショして載っけてくれる方が結構いるんですよ。いや本当にマジでありがとうございます。そういうの僕ねめっちゃ嬉しいんですよ。いやこれなんかさっきから知んないけどさ、なんかめっちゃ順調にいってない？めっちゃうまいんだけど。よし、これワンチャンあるよ、イエーイと思ったけど、みんな待ちますね、せっかくなんで。はい、お、今度3人だね。実力なんてない。でも、もうすぐピンクエスプラスじゃん。めっちゃ実力あるやんね。バトル用コースだ。これは実力なんてないさん、絶対実力あると思うんですよね。キノピオにね、注目していきましょう。これは右だね。うわ、このコース、前したことあります。で、右、右、左、右。右、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 左、右、右だったっけ？ちょっと待って。左、右、左、左。オッケーオッケーオッケー。で、次は上？上？これ？上か。で、左の、右、左、右、左、右。右、左、右、左、右。オッケー。で、次は、左、右、右、左、右、待って、右、右、ちょっと待って、もうわかんない。オッケーとりあえず勝てたんで、よしとしましょう。あぶねー、マリオとめっちゃ僅差だったんだろうね。ずっと前からね、気になってたこと言っていい？これ前にもね、動画で話したかもしんないんですけどね、これみんなでバトルってさ、海外の方当たるの？やっぱ日本人の方だけなのかな？結構さ、なんかよくわからない英語使ってる人いるじゃん。まあ日本人の方もね、英語の名前っていうのは結構いると思うんですけど、やっぱ海外の人当たるのかなと思って、それちょっと気になんない？ググればね、わかるかもしんないんですけどね。それでも僕はググらないで、ね、みんなに聞きます。みんなに聞いた方が早いかなと思って。待って、速攻落ちていいパターンね。なるほど、ちくわブロックにいちいち乗らんでいいパターンね。オッケーオッケーオッケー。いや、ルイージが1っぽい、なんかルイージ1っぽいばい。よし、それじゃ今度左ので、右、オッケーオッケーオッケー。次左の、これはもう抜きようがないな。左、オッケーオッケー。ナイスルイージ、ナイスルイージ、ナイスルイージ。全然ナイスルイージじゃないけど。全然ナイスルイージじゃなかったね。よし、これはちょっと今ちょっとね抜いてるんですよ。オッケー、ここはシャガシャンの方が早いよルイージ。で、次はじゃ落ちる落ちる。よし、オッケー。次左、ルイージ抜いたよね。これルイージ抜いたよね。オッケーゴ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 ー。よし、あっ来た、これ勝ったっしょ。よし、あっ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 、よし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 。いや、これ抜ける、まだ抜けるよ、まだ抜ける、まだ抜ける、まだわかんない。よし、このまま抜いていきます。もうちょっともうちょっと、ここら辺で抜いていきたいね。ここら辺でぜひ抜いていきたいね。チャップ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 。この頃ですね、マリメの名前でピオキングダンとかっていう名前の方が少しずつ増えてきました。そうやってね、僕の名前をつけてくれてですね、ありがとうございます。ウィンディフリーズフレームフォートエス。ウィンディーかウィンディーかわかんないんですけど、なんかそういうの多いよね。ウィンディーかウィンディーか。ねえ、なんかそういう曲、ねえ、なんて言ったって、ねえ、もう紙のが紙だね。噛んでからさらに噛むみたいな。ちょっと待って、出して僕のも出してって。ここさ、絶対取ってった方がいいよね。ほらね、もうルイージやられたでしょ。よし、これはもう当たっていい覚悟でどんどん行きます。キノピオはマジですごい。一回も当たってないでしょ。アイテム取ってないんでしょ。すごいね。ちょっと待って、これ僕、もう一回アイテム取っていきます。え、今誰かやられんかった？気のせいか。ジャンプ、オッケーオッケーオッケー。いや、ほんとここむずい、マジむずい。ここはマジでアイテム必須、絶対アイテム必須だよここ。キノピコは、え、キノピコ、え、どうしたの、ここじゃないの、え、キノピオ何してたの今。ね、キノピオ何してたの、どうした今。え、10コインそんなに必要か？さっきなんか頑張って10コイン取ってそうだったけど、全然必要なかったよね。よし、しゃがむ、オッケー。キノピコはもうボスかな、ボスかなんか倒してんでしょきっと。よし、オッケー。あ、え、取んないでいいの、中間取んないでいいの、大丈夫。あ、これはもう終わった。いやー、やった、追いついた、よかったよかった。よし、誰だ誰誰誰で、ちょっと待って、踏まして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 、あ、はい、いや待って、よしよしよし、これゴールっしょ、ここゴールっしょ。じゃあやめて、あぶねえ。いや結局一緒じゃん、これもうゴールされたら一緒じゃん。落とせ。
もう椅子を落としてくれよ。これ一番右行った方が勝ちじゃない？もうこのまま右行ってゴールパターンじゃない？これ、いや全然違うね、ゴールパターンと思ったんですけど、よしこれは左から行きます。僕頑張って、キドピオキドピオも怖いもの知らずだな。めっちゃ速くね、キドピオ。え、ちょっと上手すぎん、あのキドピオ。え、めっちゃうまいな。適当じゃないでしょう。よし、オッケー。よし、で、中間ポイントの上ね。オッケー。上行きます、僕。はい。上行きます。上行きます。上行きますよし、もう当たってもいい覚悟でいいから、どんどん早く行けるね。あの、キノピオがマジで抜きたいね。めっちゃ早いんだよな、あのキノピオ。上、ナイスナイスマーリー、今ナイスマーリーだったね。で、次、右。ゴールっぽいな。やっぱりゴールだね。マリオ、強欲すぎ。ワールド4の3、スノーボールフォレスト。それじゃあこれでラストバトルにしますか。ワールド4の3、スノーボールフォレストだったっけ、確かね、確かフォレスト。ちょっと待って、アイテム取っていきます。ナイスリージ、ありがとうリージ。ちょっと待って、出すだけ出しといて先に行くのか。ありがたいね、とってもありがたい。あのリージ結構いい人ですよ。よし、でジャンプ。ラグいな、結構ラグ。このラグさは、よし、おどこ、うお、何やってんの何やってんのマリオ。もう可愛いな、連れて行っちゃいますよ。あ、これさ、なんかライブでしたよね。あ、これなんかね、ライブでしました。僕ライブでこのコース当たりました。で、なんかね、ずっと蹴ってって、この雪だるまをね、蹴ってったら先にゴールがあった気がするんですよね。確かそんなに難しくないコースだった。あぶね、待って、ラグすぎてます。待って、ラグすぎてます。待って、いや、ちょっと待って、ほんときついって、きついってマジで。それじゃあゴールしますか。パンツみんな、さっきのね、コースでラストバトルって言ったんですけど、ちょっと尺的にね、短いんで、もう一回本当のラストバトルにしたいと思います。で、これは上から行った方がいいと思うんですけど、上から行けないな。いや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 ね。で、これ僕、これ取っていきます。このファイヤー取っていきます、このファイヤーベイ。なんたってこんなに大砲が出てたらね、めっちゃ危ないと思うんだよな。で、次右上、ほらみんな戻ってきてるでしょ。いや、一人行ってんな。で、このまま右でいい。あの、左にさ、鍵ドアあったよね。うわ、こっちか、このドアでいいのか。で、なんだこれ、え、なんこれ、え、なんだろう。こっちでいいの？こっち近道じゃん、こっちね。めっちゃ近道やったよね。待ってって、もうそんな投げないでいいじゃん、わざわざ左にさ。もう僕ね、そんな攻撃的じゃないから。もうそんなんするんだと、もう僕攻撃的になりますよ。ゆーらー、よっしゃー。どうしようどうしよう、これは。うわっ、チビだじゃん、チビじゃないといけない、チビじゃん、チビチビ、早く早く。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。